ルセングノアの未来は明るいじゃないか。あんな奴がまだいる。プロレスリングノアの未来はまだ安泰だと思うよ。強がりとかじゃなくて本当に純粋に正面から戦って負けてしまって、悔しいのとなんか安堵したのといろんな気持ちがあるよ。いつまでも年取った人間がのさばってちゃいけないと思いながら、俺はそれにも逆らって生きていこうと思ったけど、KO みたいなやつがいて、やっぱり若いやつらが支えていくことが一番ベストだと思う。俺は脇役でもいいと思うよ。だけど完全に退くとかそんなのはこれっぽっち思ってないから、脇役にだってやりたいこといっぱいあるだろうな。今日は剣王が主役だよ。本当にあいつは素晴らしいレスラーと思う。口だけじゃなくて口も達者で、プロレスも達者で、本当にいいレスラーだよ。褒めたって何も言うことないけど、本当にいいレスラーと思う。さて、剣王選手のバックステージインタビューをどうぞ。俺が夢にずっと見てた日本武道館のメインを締めることができたぞ。そして日本一の団体、新日本プロレスの小島さとしを倒して GHC ヘビー級選手権をノアに取り戻した。ああ、小島さとしとはな、おい、いろいろやってたけど、ムカつくところもあったよ。だがやはり30年のベテラン、いろいろ勉強になったよ、いろいろ成長したよ。そして前哨戦むちゃくちゃ楽しかったじゃねえか。ああ、小島さとし、ありがとうな。そしておい、言ったよな、おい、今日の日本武道館見渡してもまだまだノアは発展途上だ。そして俺剣王もまだまだ発展途上だ。おいおい、これを見ているクソ野郎ども、俺とそしてノアと一緒にもっともっと大きく夢に向かって一緒に駆け上がっていこうぜ。おい、アベマだろ、おい、アベマの格闘2チャンで新日本プロレス流れてんだろ。おい、格闘2チャンネルの新日本プロレスに、おい、負けねえぞ。これから俺がノアを引っ張って倒していくからな。おい、アベマを見ているクソ野郎ども、これからはな、おい、格闘2チャンの新日本プロレスじゃねえぞ。おい、格闘チャンネルのプロレスリングノアの GHC ヘビー級チャンピオン剣を俺についてこい。